サインってもう考えてるの？考えましたね。自分で考えた？自分で考えました。すげえ。なんか噂によるといっぱい書いて監禁されるって聞いたので簡単にした方がいいのかなみたいな。あ、それは正しいね。監禁されたことのある身からすると、はい、監禁プロいるからな、ここに。監禁プロなんで監禁されても大丈夫なようにみんな簡単めに、とりあえず監禁される前に締め切り守ればええや違うんだよ、締め切り守るために監禁されるんだよ、うんうん、ちなみにみこち、ね、今年どうだったの？今年はでもまだ監禁されてない。あ、じゃあまだ家で監禁をお願いしてない。なんか家で書けるようになったんだよな、だんだん。監禁をお願いって。そう、自己申告型なの。そう、私を監禁してください。え、って本当に送るの？あ、そうだよ、そうだよ監禁してくださいいついつ空いてますかっていう感じで前のスタジオだからさ、そう、前のスタジオの監禁部屋マジで1畳くらいしかなくて、そう、めっちゃちっちゃいの。やば、怖いな。いやでもうちもなんか監禁されたことがないから、なんかそのマネージャーさんに、うん、なんか監禁部屋っていうか、なんかこうサインを書くスペースがあるって聞いたんですけど興味がありますって言ったらみおさん、興味がある、それは別に監禁されていい思いができるというわけではないので監禁されない方がいいんですよ。そうだよ、そうだよ、だって常にマネちゃんが基本的にいて、はい、一緒にお話もしてもらいながらやってたの。それマネちゃんクソ大変では、うん、マネちゃんマネちゃんがこれ終わるんですかねっていう。そん時みゆくあれなの、サインと直筆メッセージどっちも同じにしてて、さくらみかん、いつもありがとうね、2000何年、3月5日ってハートっていう感じの文字量だったの、はいはいはい、それはまずかった、うん、本当に。そう、しかもそれが無制限だったの。逆に監禁されてるやん確かにさくらみこがサインを書かないと出られない部屋になってるじゃん。そうだよ、ね、そう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 、マネちゃんがみこちじゃないよ、マネちゃんやみこち、マネちゃんに監禁してもいいですかって聞いた方がいい。確かに、確かに、確かに、マジでそう。みこさん、出来上がったんじゃないですか、これ。出来ました。出来ましたよね、これ。出来ましたね、これ。ちょっと、監禁トークに花を咲かせてたの。いっぱいできたよ。ポルポルやん。